はいどうも、山木です。今日は、夢の話ね、何本かちょっと続けて話してみようかなと思ったんですけど、夢の話って頭柔らかくしてくれるんで、いいかなと思って配信ちょっとやってみようと思ったんですけど、友人がね、ちょっとガンで今度切るっていう話を聞いたもんで、ちょっとなって思ったのと、で、あとね、これ今日でやっとこのチャンネル1ヶ月経ったんです。今日までで160人近くチャンネル登録していただきました。チャンネル登録していただいた皆さん、今まで見ていただいた皆さん、ありがとうございます。でね、これまではデータってあんま出てこなかったんですけど、1ヶ月ぐらい続いてくると、大体年齢層が何人ぐらい、どの年齢層が何人ぐらいとか、あと男女の比率だったりね、で、どの動画がこう、伸びてるだったり、伸び悩んでるみたいなんとか、いろいろデータ出てきたんです。で、見てみたら、大体が50前後が、45から54までかな。で、その辺が数パーセントです。ほんと 5% 程度で、圧倒的に多いのが60を挟んだ10年間の人たちと70を挟んだ10年間の人たちが圧倒的でした。で、嬉しかったのは男女の比率が女性が6割で男性が4割で、ブログ書いてる時は男性が女性が7割強で男性が3割弱ぐらいだったんです。だいぶ男性の人たちもね、こういう怪しい世界とか、そういうとこに、だんだん少し興味を持つ方が増えてきたのかなっていうところは嬉しく思ってます。で、俺の説明ってのも比較的男性的説明だと思います。理屈を通してってね。で、そういうところで、男性にも理解していただきやすいように、その感覚的な部分だけじゃない配信をしてみようとは思ってるんですけども。それでね、友人がその癌の手術受けるっていう気になってるっていうところと、で、あと年齢層が結局自分を挟んだ世代ですよ。で、その辺って結局多分こうなのかなって感じたのは、ある意味、昭和の健全な楽しさっていうかね、東京タワーの映画に出てきたような、ああいう世界ですよ。なんとなくこう、世の中がね、だんだん物質文明であっても、その、ね、足りてなかったものが次々新しいものが登場してきて、暮らしがある意味、こう、豊かになるっていうかね、その質が上がってくる。手で洗濯してたものが洗濯機が登場してきたりとかね。で、炊飯器っていうもんが登場してきたり、で、そういうところで暮らしってのはかなり便利になってきたっていう、なんとなくこう、一生懸命真面目に働いてれば未来はちゃんとあるっていうところを過ごしてきた人たちが、ちょっと最近おかしくねえかって思い始めてる世代の人が見てくれてんのかな。自分の感じもそうですよ。昭和のままでね、あのまんまずっと言ってたら、多少搾取されようが何しようがあんま気にしないで生きていけたのかもしんないですけど、ここまでさあマスクしろ、はい、ぶち込めぶち込めで、コオロギ食えの次は今度ゴキブリミルクですよ。いい加減にしてくれよって話ですよね。そこでね、当たり前にまずアメリカが仕掛けてんのは軍産複合体、軍事の部分と産業の部分がくっついて、で、国であっちこっちに爆弾仕掛けてってやってるわけですよ。その戦の種をね。でも、それだけじゃないんですよ。日本の中にもがっつり救ってんのが、遺産複合体。医療の世界と産業の世界です。ここの部分の闇ってのは、マスコミは一切そういうことは言ってくんないし、YouTube で発信してる人たちも検索していくと、検索順位はかなり下の方です。なかなかずーっと検索してめくっていかないとお目当ての人出てきません。もういろいろ調べたりするんですけど。で、そういう中で、まず、がんっていうものの正体をちょっと知ってほしいなと思います。俺ら子供の頃はね、がんって珍しい病気でしたよ。それまではがんなんて、こんな2、3人死んだら誰かがんで死んだっていう世界じゃなかったですよ。そういうところで、がんっていうものをちょっと
知っていただきたいなと思いました。がんっていうのは、まずがん細胞っていうのはね、これ免疫機能の一部です。体が正常に持ってがん細胞っていうのは生まれてくるもんです。一説によれば生後3ヶ月ぐらいからがん細胞を作り始めるって言います。で、健康な方で、だいたい1日に作る能力ががん細胞っていうのは6000から8000ぐらいって言われてます。まあ、これ、あくまでも漏れ聞くデータですよ。で、そういうところでがんってのは、俺が理解してるのはね、免疫機能がある程度落ちてった時に、その、結局、がん細胞ってのは体の中のストレスな物質、物質的に体の中に入ってきた、物理的に入ってきた物質を排出するっていう行為だったり、で、そのストレスとして浴びた感じのそのストレスの負のエネルギーですよね。で、それを抱えて、健康な臓器を守るために分離していくのが、がん細胞と、俺は理解してます。表の西洋医学から出てくる情報じゃないですよ。そういうとこから聞こえてくる情報ってのは、俺はそういうふうに理解してます。でね、がん細胞の唯一の栄養源ってのは、糖。糖だと言われてます。糖しか栄養にできていないんです。がん細胞ってのはね。それと、あと体温を約40度ぐらい、40度超すぐらいまで持っていくと、がん細胞は全部死滅するって言われてます。その体温に関わるっていうのは、イコールで、もう、イコールじゃないね、関数的ですね。体温が、基礎体温が下がれば下がるほど免疫力っていうのは格段に落ちてきます。体温が下がるカーブじゃないですよ。下がる直線に比例してぐーっとも下がってきます。だから基礎体温が36度以上、36度8分なんたらもう理想的ですよね。その体温が下がってくるっていうことによって免疫力が下がるっていうこととね。で、あと、白物家電だと基礎体温、日本人の基礎体温が約1度下がったって昔から比べるとね、言われます。で、その原因として、家庭の生活の中で、まず冷蔵庫の登場。ね、風呂上がりの冷たいビールってやっぱうまいじゃないですか。それがね、やっぱ体温下げる部分でもあるんです。こんなことを言ってっけど、俺もやっぱビールは冷たいのを飲みたいです。ね。健康な時はまあ、それでもいいんです。で、あと、クーラー。クーラーで、やっぱその、室温、ね、下がってる。でも、俺は、これ、生まれた季節も、ね、ある程度関係するらしいけど、俺、2月生まれなんで、暑がりなんですよ。だから、クーラーの吹き出し口なんて、俺、大好きです。ね。あと、それと、体温下げるもう一個が、シャワー。シャワーの普及っていうところでね、シャワーって、体を温めるっていう意味ではあんまり役には立たないですよね。やっぱり湯船にドプッと使って、で、ね、子供の頃の肩まで使って10数えなさいみたいなね。やっぱ体を温めるっていう部分と、シャワーでさっとその、まあ体を洗い流すっていうこととはちょっと意味合いが違ってきますよね。とにかくその免疫力が下がってくる。体温が下がってきた時に、その免疫力が下がってって、そのがん細胞ってのは、毎日みんな6000から8000、人によっては9000ぐらいっていう人もいますけど、健康な人でもそんだけのがん細胞ってのは作り出してます。それを健康に新陳代謝の中で排出できてるから、健康が維持できてるわけです。で、それがね、免疫力が下がってきたっていう時に、今度白血球やら何やらの動きも悪くなってくるんですよ。まともに働けない状態になってきます。そうなってきた時に、その代替機能としてがん細胞が頑張っちゃったりすると、がんの増殖っていう状態になったりすると、俺は理解してます。だから、免疫力上げて、それに伴って体温も、で、そうなってきたら、がん細胞がなくなった、ね、途中で罹患した跡があるっていう人はたくさんいますよ。で、そういう人が治ったっていう、もう知らない間にかかって知らない間に治ってたっていう痕跡持ってる人はたくさんいるって言われてます。それと、あと、まず、糖の食べ過ぎ。これはね、俺らってか、ま、世代一緒だからね、もう俺らって言っちゃうけど、俺ら子供の頃って、そんなに甘いもんなかったじゃないですか。今みたいに、
その毎日デザートだのね、もうスイーツは別腹みたいなことで、こんだけ甘いもん食べてるってのはまずなかったですよ。圧倒的に糖の取りすぎ。糖ってのはがんの唯一の栄養源です。まあ他の臓器も糖を栄養にしてるところはあるけど、圧倒的に取りすぎです。必要以上取りすぎです。まずそれを改善していくっていう時に、まず糖が良くないというのであれば、糖質をまず極力減らしていくっていうことが、極端なやり方は人によっては向かないと思います。ただそれができる人は、できたら俺は断食を一番にお勧めします。断食ってのは体の中をストーブの空炊きみたいな状態ですよ。ストーブもね、ある程度の期間使ってたら、芯の周りだったり燃焼部分にすす、タールのすすだったりなんだったりがこうこびりついて固まってきたりするじゃないですか。でそれを燃料を枯らして空炊きして、そういう溜まったタールやらすすを燃やしてやるのが空炊きっていう状態でしょね。だそのある程度それ体に溜まったものをリセットするっていうのが、まあ、空炊きですよ。で断食ってのも同じです。空炊きです。体に対してね、体の中にいろんなもんが、普段の不摂生だったり、あるいはその普段の癖だったりね、そういうもんで体の中にいろんなもんが溜まってる部分ってのがあります。断食は海外なんかで結構断食療法ってのはきちんとした医療機関でやってたりもします。断食をやってってだいたい3日ぐらい経ってくると、まあ意識ってのは、最初断食に入って辛いですよ。食欲を我慢する、お腹空いたの我慢するってのは正直3日間ぐらい辛いです。でも3日経ったら気持ちよくなります。そっからはもう逆に食べたくなくなってきます、自分の経験ではね。まず初日2日目ぐらいまでは、あれが食べたい、これが食べたいみたいなね、でそういうもんが浮かんできたりするんです。で3日目ぐらいになってくると、何でもいいから食べたいになってくるんですよ。そこをねちょいと我慢して乗り越えていくと、今度はね食べてない快感、体の中すんごい爽快になってきます。意識もすんごいクリアになってきます。体の中で今度起こってくる現象ってのは、だいたい3日ぐらい断食状態を続けてると、ケトン体っていう物質が体の中に出てくるんです。体の中は今度栄養が枯れてる状態だから、なんとかしてその栄養分を回収しよう、エネルギー分を取り込みたいっていうことで登場してくるのはケトン体っていう物質です。でこのケトン体ってやつは体の中の不要な部位からどん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 食い始めます。それを栄養に変えていくわけです。真っ先にやるのが血管の中にあるプラークね、脳梗塞とかいろいろ起こす物質ですよ。血管の中にボコッとできたようなね、これがまあいろんな西洋医学の中ではまあいろんなプリンターやらなんやらの取りすぎだとかね、でまあいろいろ言われます。でいろいろ言われるけども、この血栓を起こす元になってる部分を、プラークを真っ先に食い始めるんです、ケトン体がね。でそれで血管をきれいにするっていう断食療法ってのは、海外でしっかり指導する人がいて、医療機関でやってたりするところもあります。やっぱ年取ってきたら、50代過ぎてくると体の不具合起きねえかなってね、この間の寝さら下さらとかの話で、お金は確かに解放をいずれはね発動されればするでしょう。だけどもいくら金あったって健康じゃなかったら何にもつまんないじゃないですか。そこで健康を維持するっていう時に、食べ過ぎ足りなくて病気になってるって言って、みんなサプリ飲んだりなんだかんだしてる人が多いけど、俺は違うと思います。圧倒的に食べ過ぎです。食べ過ぎで病気になる人が多いです。それをまず体を断食でね、空炊きしてやるっていうことは、ある意味俺はかなり有効な手段だと思ってます。だからおすすめはします。おすすめはするけど、断食って入り方はあんまり危険っていうのは、まあ人によっては危険な状態になる人もいて、その緩やかに入った方がいいとは言いますけど、入るっていうのはそんなに難しくないです。ただ出口が難しいんです。断食3日以上とかやってくると、今度戻す時に油物取ったりすると体はショックを起こしてしまう人もいます。俺も断食は何回かやったことあるんですけど、3日4日ぐらい断食やった後かな、たまたまねもやしを茹でて
で、断食明け俺は、そういう野菜とかで、こう、まあ、野菜で体の中ブラッシングしていくっていうかね、繊維質を取ってって、体の中をこう、せっかくね、胃とか腸とか綺麗になりかけてきてるわけじゃないですか。で、その中で溜まったものを落としてやるのに、そういう野菜とかを俺は取ってやってたんです。で、もやしを戻すときに、もやしのおひたしを食べたんですけど、で、そのときに、女房がツナ缶をちょっと入れて、マヨネーズをちょっと入れて、ほんで、少量ですよ。んで、味付けしたんです。で、まあ、ちょっとぐらいだったらいいかなって思って、最初知らない頃ですよ。ほんで、それ食ったら、もう体が一気にブーッとむくんだ感じになって、あ、こんだけ効くんだなっていう感じだったことがありました。で、あとね、半月越してくると、俺1回目やった時16、7ぐらいやったんですかね、初めて断食やった時。だからもう気持ちよくて気持ちよくて、食べたくなくなってくんです。その頃は断食って言ったって身の回りにいる人に聞くか本読むかしか情報がないから、今だったらね、その断食のやり方なんか多分ネットで調べたらいっぱい出てくると思います。質は良し悪しあるでしょうけどね。その中でやっぱ戻し方ってのはやっぱり一番大事なんです。戻し方間違うと本当命を落とす人もいると言われます。そこでね、聞いた話では断食明けにピーナッツ食って発作を起こして死んじゃったっていう人も話は聞いたことあります。だから自分勝手にやっちゃうと自分で自分を律せる人だったらいいですけど、我慢しきれずに途中で何でもガブッと食っちゃうようなタイプの人には指導者がつくなり断食を指導してくれる場所って日本の中でも何箇所かあると思うんで、ぜひそういうところでやることをおすすめします。で、断食で体の中綺麗になってくるともう意識もクリアになってくるし、 あとね俺断食やってってすんごい気持ちよくなって、このまんま食べずに行ってもいいかなってふっと思ったんだけど、その時にやっぱ情報があんまりにも少なすぎて、俺このまんまだとあれ拒食症ってやつになっちゃいかねねえかなって思ったんです。拒食症って食べるの嫌になる病気なのかなってその時は思っててね、なんかカーペンターズのカレンさんかなんかが拒食症かなんかで亡くなったとかいうニュースが流れた後ぐらいの時期ですよ。その頃にそれでやっぱ食べてみようって思ったんです。やっぱちょっと戻そうかなって思ってね。で、一番最初に食ったのが無農薬でやってる友達のとこに遊びに行って、で、そこで彼氏が作ったミニトマト一粒食ったんですけど、もうね、体の中の隅々までその一粒のトマトがじゅわーっとこう染みてる感じをすんごいわかるんです。本当食べるって命を食ってんだなっていう感じでしたね、感覚としてはね。だからまず断食っていうことはその糖を断つっていうことで、断食療法で治った、がん治ったっていう話もちょこちょこネットの中にもいっぱい載ってますよ。で、それはあながちちゃんとしたデータがないわけじゃないです。圧倒的に結局がん細胞ってのは糖しか栄養源がないから、体が糖を断ってしまえば、がん細胞は死滅します。そういうことです。だから、がんで、ね、断食で治ったとかっていうと、そんな怪しいみたいなことを言う人たくさんいますよね。その、民間療法とかってね。だけど、断食でがんが治るってのは、ちゃんとした、その理由があると俺は思ってます。で、あと、それとね、温泉が効くっていうのも、温泉でがん治るっていうので有名なのは秋田の玉川温泉っていうところですよ。で、そこはペイトウ石って言って、まあ日本読みだと北東石、北に投げる石って書いてね。で、天然の放射線を出す石なんです。で、台湾のペイトウの温泉と、あと秋田の乳頭温泉で、そこがそのペイトウ石、北東石で有名な温泉です。で、そこは確かにがん治ってる人もいます。で、俺秋田は雪の小屋っていうゲストハウスがあってね、そう、昔20代の頃よくバイクで通ってました。もう1、2ヶ月おきに1回ぐらい遊びに行って、
でもあった日本中変な旅してる連中が北海道に夏バイトに行って、で次ね、で冬は今度沖縄に行くんだみたいな連中とか、まあいろんなバイトしては金貯めて旅行してる人とかね、そういう旅好きな連中が寄るところで、そういう連中に会うのが面白くてよく通ってたんですけど、そこ同じ八幡平、玉川温泉あって、で玉川温泉も何度か行ったことあるんですけど、大体昔は11月の頭ぐらいで閉まってたんです。11月の頭に俺玉川温泉行って、そしたらまあお風呂から上がって休憩所みたいなとこで、その頃はもう健康なんかあんま気にしてなかったからね、もう湯上がりのコーラ飲んでたんですよ。そしたらなんか唇の色がすごいこう顔色悪い感じの年配の女性が座ってて、ね、今私ね、家族の迎えを待ってるんですって言って声かけてくださって、で話聞いてたら、私実はねって、その3年前にあと余命半年って医者に言われたんですって、その癌でね、で他の医者にも行ってみたけども、やっぱりあと半年が残念ながらいいところですっていう宣告を受けちゃってねって、であと半年か、自分が生きてられるのがって思って、だったら自分死ぬ前に何やりたいだろうと思って、じゃあ温泉三昧で死んでやれって思ったらしくてね。まあ温泉あちこち泊まり歩くうちに、で玉川温泉ってのはその北東石が出るっていうことと、あと湯量がものすごい多いんですよ。で酸性度もすごい、pH 1.2 ぐらいあるのかな、あそこ 1.8 か 1.2 ぐらい、すごい酸性です。もう舐めたらビリッとするぐらい酸っぱいです。で、そこは岩盤浴場があるんです。で、その岩盤浴で、結局岩盤浴してたら体温上がるじゃないですか。そこで体温上げてって、で、そこは恋の病以外は何でも治るって歌われてるところでね、玉川温泉ってのは。で、そこのお湯自体が、体の細胞の新陳代謝をものすごい速度上げてくらしいんです。なんか4倍とか7倍とかってね、どこまでなのかわかんないですけど、その数倍まで上げられるらしいんです、新陳代謝の速度。だからそこに泊まってる人ら、湯治で泊まってる人らいっぱいいるんですけど、でそこの人たちは1日数千カロリー、4000カロリー以上取ってる人もいるって聞きます。だから新陳代謝の速度がどんどん速くなるんで、やっぱカロリーも必要になってくるんでしょうね、きっとね。細胞をどん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 速度上げて入れ替えていくんで、自分のその患部があるところの、で患部の上にこうブツブツの湿疹ができて肌が荒れてくるらしいんです。だから毒素がもう皮膚から抜けてっちゃうんでしょうね、きっとね。で玉川に1週間ぐらい入って、でこれね、迷信とかじゃない、東北大の医学部なんかもちゃんと指導に入ってたりするんですよ。そこで1週間いると、そういう湿疹が患部の上に出てきて、今度は八幡平の秋田県側なんですけど、ちょっと山を越えたところに縛り温泉っていうところがあって、縛り温泉ってのはアルカリのお湯ですんごい皮膚にいい温泉なんです。玉川でその使って、その患部のあたり肌が荒れてきたら、でその肌荒れを鎮めるのに今度は縛りに行って、縛りのアルカリの湯で肌を鎮めて、である程度静まったらまた玉川に戻ってって、そういうセットになってる温泉なんですよ。でただマスコミとかで紹介されてからちょっとね雰囲気変わっちゃったんですよね。そこも進めていいのかどうかちょっと疑問もあるかな。まあでも温泉ってのもそういう力を持ってた、玉川だけじゃないと思います。日本だったらあちこちにね、そういうことが歌われてる温泉ってのはきっとたくさんあると思います、身近なとこでもね。だそのがんってのは今はね、早期発見って言われて、ペット検査とか言ってね、あちっちゃながん細胞を見つけるったって、みんな健康な人でも毎日7000、8000のがん細胞を作ってるわけですよ。それを排出しながら健康に生きてるわけです。がん細胞もただ無駄にあるんじゃなくて、もう生後数ヶ月から発生してるって言います。だから体が作る機能を持ってんです。で、逆に頑張ったって、その6000、7000、8000から上
まあ、人によっては9000とも言う人いるけど、それ以上のがん細胞って作れないんです、体はね。だから必要な量しか作れないんです。だからもともと生後数ヶ月から体に持ってる免疫力の一部です、がん細胞ってのはね。それを一粒二粒なのか何なのかな、あのペットとかで調べるのはね。それで、いや早期発見よかったですねって言われてがん患者に仕立てられちゃうんですね。で、こういうところを YouTube で発信してる方々もたくさんいます。冷遇されてっけどね。でもテレビが言ってること信じてたら本当に取られます、大事なものをね。だから意識をまず変えてほしいです。そのがんってものはね、恐ろしい病だと。確かに恐ろしいですよ、命に関わる状態です。だけどそれは命に関わることから避けるための症状として出てくるのががんっていう状態です。その手前の食生活が死に向かってってんです。その死に向かってく生活をしていく中でがんっていう状態は体の免疫機能の一部として登場してくるんです。だからこれを取ると改善するんじゃないんです。こっちの食生活の方を改善していかないと俺は本末転倒だと思います。そういうところの情報ってね、なかなか探しにくいと思いますね。テレビの NHK で偉い学者さんやらなんやらがいろんなこと言うじゃないですか。経済の話も一緒ですよ。テレビに出てくる人でまともなこと言ってる人俺はいないと思ってます。だってテレビって金絡みだからね。そういうので、あ、この人の話どうだろうなっていう YouTube の動画を下のとこにちょっと貼り付けときます。いっぺんに出されても多分ちょっととつきにくいと思うんで、まずこの方の話っていうところで、米沢さんっていう生態の世界でゴッドハンドと呼ばれてる人の中の一人です。で、そのがんのことってのを詳しく説明してくれてる動画があるんで、それ下に貼り付けておきますね。興味があったらぜひ見てみてください。うん。今日はそんなとこですかね。で、まあ俺もこういう生態やってるんで、やっぱ体のことは興味持っていろいろ調べます。で、調べるのは主に西洋医学じゃなくて東洋医学です。で、西洋医学が優れてる。西洋医学ってのも確かに優れた部分いっぱいあるんですよ。救急医療だったりね、あと事故とか怪我の類はもう東洋医学の範疇を超えてますよね。西洋医学の技術ってのはダントツだと思います、救急救命とかね。ただその慢性病的なことだったりそういうものってのは西洋医学ってのは自然治癒力ってのを見てないんです。これ西洋医学の元になってるっていうのは何年前でしたっけかな、なんか100年200年前ぐらいなのかな、明治ぐらいでしたかね。ちょっとうろ覚えですけど、ウィルヒョーっていうドイツの、まあ、医学者の方が書いたものが基礎になってるって言われてて、だから西洋医学の医学生たちってのは自然治癒力ってことをまずほとんど習ってないって言います。よくドラマの場面なんかでも大きい手術した後、あとは本人のその生きる気力次第ですみたいなこと言われるじゃないですか。ね、確かにそれはそうなんですけど、でも西洋医学的な考え方ってのは、体は車とか機械とかああいう部品と一緒だよと。どっかが壊れたらそこを誰かが修理しないと治んないよ。東洋医学の考え方ってのは、これはバランスが崩れて出てくる症状だよと。だからこのバランスを戻していきましょうねっていうのが東洋思想です。東洋医学の思想です、根本的にはね。ただそういうところで、まずね、そのペット検査を受けてがん早期発見で、あ、よかったねって言われて治療を受け出すと体具合どんどん悪くなる人の噂って聞いたことないですか。最後にぶち込まれてく抗がん剤ってのは劇薬ですよ。抗がん剤扱う時ってのは医者は普通の格好じゃ扱えないんですよ。ちゃんとゴーグルしてマスクして、もう完全防備ですよ、看護さんもね。まあその辺の話は下に貼っとく米沢さんがしてくれてます。だからまあね、これどっちの話だから、その西洋医学の医者に行くなっていう話じゃないですよ。どっちの情報もちゃんと聞いた上で自分で判断してみてください。だからそんなね、断食で治るなんてあんないい加減な情報を信じられるかっていうんであれば、西洋医学の方をきちんとね、これそっちに
無理やり言ったってこれ精神衛生上良くないですから。だから自分が信じられる方向、自分がそれを選んだ方向っていうのがその方その方の正解だと思います。これ誰にとっても全員に当てはまる正解ってものはないと思います。もうそれぞれの人に向くやり方ってのがあるんで、ただその情報としてねあまりにも提供されてない部分があるんで、そういう部分の情報を俺はちょっと提供していきたいなと思います。まあ、今日はそういうところかな。まあそうですね、もう一人貼っとこうかな。細川さんって言って、確か久留米で、まあ、診療院をやってる方、もうこの人もその、まあ、がん利権だったりね、その医療のあり方ってとこに苦言を呈してる医者です。この人はちゃんとした医者ですよ。その方の動画もちょっと貼っとくんで、まあ話だけでも一回聞いてみてください。今日はその辺までにしときましょうか。まあ、またこの話はね、まあ、ちょっとちょこちょこ、まあ、体にまつわることをね、年齢層高いなってこともまあ知ったんで、そりゃそうですよね。若い人たちは今の30代から下ってのは日本がバブル弾けた後の世界しか知らないですよ。だ昭和のある意味ね、その絞り取られてながらも健全だった時代ってのも、その年齢層高い人は経験して、そこと比べておかしいなっていう感覚は俺も含めて持ちますけど、だ今のうちらの娘らだったりとかは結局日本がイケてない時代をずっと過ごしてるから、なかなかそういうところに意識が向くっていうのは難しいと思います。本当生きてんの大変だろうなと思う。だからね、俺たちの世代がこれ孫にこのまま残していいのかっていうところってやっぱ思うじゃないですか。このまんまの未来じゃ絶対俺は化けて出てくるかもしんないですね。まあ今日はそんなとこの話でした。で、なんか今まで次回何やるかにやるってことを言ってたんですけど、ちょっとそうですね、ちょっと考えてみます。今日はそういうとこの話でした。まあまた興味があったらぜひ遊びに来てください。じゃあまたね。